パラメーバは海産アメーバの一つ。世界中の温帯域の海水から見出されるが、時々酒類など養殖海産物に病気を引き起こすことが知られている。分類学的経緯により、種によってはネオパラメーバと呼ばれることもある。指状の加速を持つ30メートルくらいの大きさのアメーバである。細胞核の近傍に大きさ5メートルくらいで核酸を含むパラソームという。 下流を持つことを特徴とする。パラソームの実態は、真核強制生物のパークインスラである。解散で、基本的には自由生活性であるが、多くの種は、様々な海産動物に寄生して、アメーバ性エラ病などの病気を引き起こす場合もある、良性アメーバである。主な宿主として、大西洋酒、石ビラメ、ブルークラブ、ロブスター、 大場ンウニなどが知られており、程度の差こそあれいずれも、養殖、水産業に影響を与えている。世界中の温帯域の海水。日本では、福井県で、海水中で飼育していたアユチ魚が、アメーバセーエラ病となり病原体として、ピーペルロンズが分離された例がある。古典的には、原生動物も肉質無質なアメーバ木かくわアモクに位置づけられてきた。 分子系統に基づく分類では、アメーバ動物門、ディスコーサズナダクチロポーダ目のところ属となる。1987年以降、細胞表面の小リンペンの有無を基準として、パラモエバとネオパラモエバに2分してそれぞれ別のトガに所属させる分類が行われてきた。しかし2010年代に入って、パラメーバに対する包括的な分子系統解析が行われ、 臨編の有無は系統を反映しないことが示されたため、従来通りすべてをパラモエバ族にまとめることとなった。パラメーバカには他にキューニア、コロテノベラ、スードパラメーバが知られている。また、パラソームを持つアメーバとして、他にジャニキナがある。ありがとうございます。